はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、皆さん戦術キーデッキは組みましたでしょうか。まあ多分組んでない人が 99% ぐらいだと思うんですけども、このデッキめちゃくちゃ楽しくて、診断の中では僕は一番好きなんですよね、このテーマ。はい、で戦術キーが何をできるかという話なんですけども、やっぱリバースモンスターをねめちゃくちゃうまいこと使いこなせるわけですよ。で前回の動画ではのイタチガードっていうのが激肝コンボをやったと思うんですけども、本日はですね制圧するとか生ぬるいと、もうなんかワンキルしてしまいということで、今回ワンキルムーブをお見舞いしていきたいというふうに思ってます。リバースモンスターでワンキルするカードといえば、まずですねデスコアラちゃんですね。はい、リバースしたら相手の手札の数かける400ポイントダメージということで、まあ、一応相手の後攻であれば、6枚なんで、2400のダメージ、はい、まあ、先攻で、あれば、2000ダメージという感じですね。で、ですね、もう1枚あと2、2000ダメージ食らわせることができますので、あと、6000なんですよ。はい、ということで、ダイスポッツこの採用モンスターの効果を使っていきます。これはどういう効果かっていうと、リバースお互いにサイコロを1回ずつ振って、でまあギャンブルすると、お互いにね、お互いにサイコロ振り合うと、はい、長反長反つってサイコロ振って、で自分の方がでかかったら相手にダメージが入るんですよね。一応2から5だったらまあちょっとダメージちっちゃいんですよ正直。だ6が出た場合めっちゃ強くて、6が出たら、まあ、要は自分が6出したら相手に6000ポイントの大ダメージをぶち込むことができるっていう超絶ロマンカードになっていましてね。で今回はこの6を出していくために、まあリバースしたらその効果自体は発動できるんですけど、これ運ゲーなんで、なんとかしてその運をねある程度、操作していきたいということで、デタラメを入れました。はい、デタラメは1、3、5が出ても6として扱えるんで、まあ一応1、3、5、6が出れば、6として扱えるから、まあ実質、6分の4の確率で相手を殺すことができるということで、まあ、今回はこのまあちょっと薄めの確率を引いて、先行で相手のライフを、ゼロにしていく、まあ、先行というか実質先行か、相手のドローページで相手の、ライフポイントをこれをゼロにしていくというね、そういう動きをやっていきたいなと思います。やっていきましょう。デールスタンバイ。なるほど、これデタラメ起点のでげえな、マジでデタラメだけでちょっとサーチねえからさ、無理ないよね。素引きしないと。金満で元気なやつ、バズするわ。で、6乗越して、儀式セットがあと1枚足りねえんだが、なんかあんな。ゲールドグラが来ました、最強です。ゲールドグラくん来ましたか。最強ですね。難しいな、直で持ってきちゃった方がいい気もしないでもないけどな。誘発打たせられるか、ゲールドグラで。ゲールドグラ、これ一応揃ってっからセットが、だからゲールドグラに誘発打たせて、儀式してきゃいいんじゃないかな。これゲールドグラ、発動。さあ、お通るな、なるほど。増殖する G かなってことは、まあ、ここで打たなかったら増殖する G でしょう。まあ、G はまあちょっとだけ重いですけど、まあ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 、ワンキルするからまあ関係ないかなといったところなんですが、さあ、ゲールドグラの効果を発動していく、しっかりと。これはですね、まあ一応アーデが持ってきとか。で、アーデ効果増。いや、儀式モンスターか、儀式魔法を持ってくることができる。これでサウラビスとかいう最強の対象体制を付与していく。さあ、最強儀式モンスターを爆誕させていきますよ。増殖していいでしょう。そこまでは読んでいました。さあ、タロットレイを爆誕させて、タロットレイスを墓地に送るという最強のムーブ。はい、これでタロットレイが、エンドフェイズにですね、タロットレイスを蘇生することができると。まあ、これ多分戦術機の動画とも先やってると思うんですけど、まあ、それ見ていただければ、まあ、分かるかなと思うんですが、これちょっとね特殊でね、タロットレイの効果でね、儀式召喚できるんですよ。蘇生制限満たしてねえのに墓地からね。ああ、そういう効果やってまして、ちょっと特殊ですねこれね。でタロットレイス君の効果がリバースするとデッキからリバースモンスターを何でもかんでも特殊召喚するという効果。これ特殊召喚するリバースモンスター、これ何でもいいんで。
で、対象のモンスター裏守備にしながらタロットレイスで出してくるのはもちろん大スポット。はい、大ポを、特殊召喚しまして、で、あとはまあ一応対象体制なんで無限法要とかエフェクトベーラー、まあ、エフェクトベーラーつかないか、無限法要はケアできています今のところは。で表にして、でタロットレイスの効果、タロットレイスは、リバースするとリバースモンスターを特殊召喚できる。俺手札めっちゃ上多いじゃんお前、大丈夫か、お前増殖する G で引きすぎたんじゃねえかカード。今から手札の枚数かける400番食らわせるけどいいか。さあタロットレイスの効果、まあこれ400番しなくてもまあ一応いけるんですけどね、理論上は。さあ、フィールドのモンスターを対象にとって、まあ、2位の枚数リバース、チェイチ大スペ、大スポット、チェーン2デスコアラー、3200万。3 6、えデトラメの効果使う必要なくね、え草。え、あ俺大スポット使うとき俺あれなんだ、デトラメいらないんだ俺。